はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。はい、ということで今回も、まあ、今回もっていうか時系列的には収録的にはさっきなんですけれどもはい、今回も、メインストーリー7章深淵の支配者チャプター9の実況の続きやっていこうかなと思いますがね、ジャミルがやべえ。ジャミルがとんでもないことになってたんですけど、まあ、厳密に言うとジャミルじゃないんですけれども、もうなんかすぐに音楽を聞かせたら、これ本当なのって、本当に公式のジャミルなのっていうジャミルが来て、私びっくらこいてます。楽しみです。はい、ということで143話の驚愕パーソナリティを見ていこうかなと思います。水臭いじゃないか。ねえ、これ、ちょっと、こんな楽しそうな席を設けてるな。俺も誘ってくれよ。もう、俺たち、親友。親友だろ？キャラが違う。ジャンコでもそれも好き。爽やかすぎて。もう二次創作でいっぱい見ました、これ。悪い悪い。さっき、かわいすぎる。こんなハッピースカラビア見せてくれんの、チャプター級。最高の魔法使妖精学校から来たらしいんだ。あ、そうなんだ。もうちょっと待って。ねえ、これ距離感近。二人の距離近。あ、俺はジャミルバイパー。ジャミル果てないなって言うけど、もう、ジャミル。俺とも仲良くしてほしい。よろしくな。俺はシルバーだ。よろしく頼む。親友のカリブともども。ディアソムニアリオ所属。セベクジグマ。改めて文字起こししたい。もうしっかり、もうここだけは本当に5回ぐらい後で聞こう。ああ、親友のカリブともども。しそか、親友になりたかったんだ、やっぱり。身長2メートルのエペルにも直面し。確かにね。ゴリゴリマッチョエペルフェルミア会ってきたもんね。ドヤ顔してる。いやちょっと私がちょっと今テンパってるんですけど、ね、テンテコマイなんですけど私経験値違うこれ進撃の巨人のやつじゃん。ずら構えが違うってやつじゃん。はぁ、ちょっと待って。えお前のお気に入りのアイスが並んでるんじゃないか。うわ仲良しすぎる。うわすげえハピスカ。うわうわちゃんと把握してる。うわ好きなアイス把握してる。うわ仲良く、すごい仲良くお話ししてる。うわそうなの。もうべらぼうに親友じゃん。この何この距離が。てか親友以上の親友以上趣味出ちゃいました。すいません。うわそうなんだ。いやそれじゃ何ひとっ走り厨房まで行って持ってこいよカリム。さすがにそれは言わないだろう。どうしたんだお前たち。急にでかい声出して。カリム、よく思い出してほしい。こんなジャミルバイパックを見れる日が来るなんて私感無量です。確かにね、あのこれは偽物の偽りのジャミルだけれども。お前たちジャミルのことも知ってるのか。ああよかったここまで頑張ってきて。何？ジャミル氏って別に陰キャじゃないけど、確かにね。いやそうなんですけれども、いつもと全然キャラ違うけれども、私こう新たなジャミルバイパークが見れてもちょっとどうした本当に。声が全然。絶対にお断りだ。そう、あ辛いこと思い出させちゃう。でも確かに夢の崩壊のためにはそうなんだけど、そうなんだけれども、まだちょっと夢見ててほしい。私崩壊が始まってしまいました。いやまあ確かにこれが本当だけど、ちょっともうちょっと堪能したい今のジャミルを。星また叩いてるジャミル、もうちょっとかたかろれつ回ってない。鑑賞したいんですけど。ごめん痛い。うわハッピースカラビア。ハッピースカラビア。何これ、肩叩いてるの今もしかして。ああ何、待って、もうちょっとあの解像度高めにお願いします。立ち絵じゃなくて、それはあのビジュアルのカードビジュアルの方でお願いします。ドブネズミども。いきなり口が悪い。あ、ここでバトルかい。あーバトルでさ、とりあえずはい頑張ります。というもう本当にさ、ジャミルバ、はい、始まりました。144話の親友アスパイ。アスパイアってなんだろう。学がないからわからない。これは、はい、ジャミルの親友、そうだよね、親友になりたいよね。でもね、違うんだ、思い出して。あのね、
絶対に横断りなんです。絶対に、絶対にだそうです。もう大丈夫だ。でもこの世界線好き。闇が湧いてくるぞ。夢見てました。私も。はい、あ、そうだよね。はあ、これ幼少のやつ。あ、裏切ったりしねえよなって廊下で言ってたやつ。俺を裏切ったりしねえよ。あ、大嫌いだったんだっていうやつ。あ、当たり前じゃないかなって考えたこともないよ。なあ、ところどころ四章に同じこと言って、四章と同じこと言ってるのすごくなんか心に染みます。うん、そうなの。あ、思い出して、あのドッカーンナイスショットしたとこ。あ、思い出して、ここ、ここね。そう、寒かったよね、寒かったよね、思い出して。奥田のね、フロイドたちと一緒に来たよね、ここね。あ、かわいそうなカリム。うん、裏切られて気が動転しているんだろう。いや違うんです。いや偽物じゃんか。ジャミルも私も好きだけど、すべてのジャミルは私が受けよう。偽物だとしても、あ、こっちを見ろカリム。うわー、そうだろ、俺がいれば何も心配いらない。うわー、二次創作でいっぱい見たやつ。俺を信じろ。あうわ、私がいろんなイフで見てきたのに、いろんなジャミル、ジャミルがここに集結している、どうしよう。うわ、なんかいろんな感情になっちゃう、私はなんかぐちゃぐちゃになっちゃう、感情が。どうしたらいいの。この目の、この目のカリムアルアジーム、久しいね。ジャミルが、そう、そうなの、スネークウィフスパーね、してたあの時思い出して。あ、もしかして、あ、操ってスネークウィスパーしている時から、あ、もしかして、おっと、おっと、ちょっと待って。重ねてウィスパーされてんじゃん。まあ4章の時もね、されてましたけれどもね。俺とお前は赤ん坊の頃から。そうだよね、それは確かにあの事実なんですけれども。そう、ずっと一緒、ずっと一緒だった、ずっと一緒だった。うん、はい、あそこは同じだ、そこは同じなんです。はい、ああ、そうだね。まあそこはまあちょっと近しいところはあるけれども、はあ、唯一無二の死人。お前の言う通りだ。俺たちは泣いちゃう。ああ、それをやっぱりね、おかしいなって思い始めているカリム・アルアジームです。私の知ってるジャミルとそいつ。ああ、わあ、でもこのジャミルもあのジャミルも好き、どのジャミルも好き、私は。いろんなイフお待ちしております。うん、ああ、そう、そういうジャミルも私は好きなの、ヴィランズなジャミルも好きなの。私はジャミル。はい、あ、そっかそっか、ああ、そうだよね、やっぱみんな NRC トライブのことやっぱ深く刻まれてるんだな。NRC トライブ思い出して。そう、 NRC トライブ思い出して、アブソ、アブソ思い出して。うん、彼の言葉に耳を貸すな。ああ、ちょっと揺らいでる。頑張って。あんたのすべてを肯定してくれる甘い存在。そう、そうなの、甘いだけじゃないの。違うわよ。ジャミルってね、ジャミルワイパーってね、甘いだけじゃないんだよ。ちょっとスパイシーな感じもあるから。腹に一物も荷物もある信用ならない男。そういうところも愛おしい、私は。あいつを腹心には選ばない。でもあんた、そう、そうなの。でもカリム君はそれも含めてジャミルのことを愛してるの。ジャミルのことが大好きなの。分かってる、分かってる、ビルシェンハイト。そうなの、いつか本当にあの親友になれると信じてずっと置いてるの、ジャミルバイパー君のこと。無神経、ポジティブさ、カリムをカリムたらしめる真理ある。あんたの恐ろしさ、そうなの、恐ろしいほどに純朴なの、ほんとカリム君って。満足しているなんて、大将に。あ、そうか、あ、なんか素晴らしいこと言って格言だなこれ。確かにね、偽物に惑わされちゃいけない。カリム、あー、かっこいい。あ、そのえ、もしかしてそのあー、うわー、お前が信じているの、あー、お前が信じているの、俺だ、俺だけの初だろ。もうちょっと言ってほしい言葉全部言ってくれる、このジャミル。俺が信じているの、うん、わかる。でもね、確かに信じたくなるよね。あー、そろそろ、パリンするか、鏡パリンとするか、あー、なりそうな感じがする。うわー、オバブロのジャミル、うわー。あー、あー、今までの、あー、しょんぼり、いっぱいしょんぼりしてるね、ジャミル。ジャミル、この顔好きだね、やっぱり。あ、パリンな、あ、なりましたね。ありがとう。いや、カリム君、いや、よくね、つらい。つらいことを思い出してく、あー、泣いてる。カリム、大丈夫。すぐに一緒に。あー、ハッピースカラビア。あ、パシッとした。はあ、そうだった。うわー、ちょっと待って、なあ、ジャミル、うん、そうだね、本当にそれは事実なの。あのジャミルはね、カリム君のことを本当に心配してたの。親友なんだから、うん、まあ、親友なんだ、うん、言って欲しかったことだけれども、れ、うん、
そうなの、そうだったからなの。うわー泣いてる。うわー本当にカリム君の涙は綺麗だね。うん、信じてくれないのか。あー信じてほしい、確かにね、信じたい。あお前じゃない俺が友達になりたいの。本当のジャミルのことは信じてる。お前じゃない。ジャミルマイマー君のことめちゃくちゃよく言ったわカリム、俺たちも加勢しよう。お前らズブズブやないかい。ドリームフォームチェンジ。やっぱり私スカラビアが好き。あドリームフォームチェンジ。あビル様は大丈夫ですね。あーここでバターは分かりました。バトルですね、頑張ります。はい、ということでバトル魔法石嬉しい。はい、いやー冷めてしまいました。もうはい、こちら自石リカバーかな、143話ぐらい。もう記憶が大変、5話でした。もうあっという間すぎて、もう145話でした。はい、こちら談話室、すべて闇。あー言われたい。むしろ Y 監督生に言われたい、それ。ずっとお前のそばに、ずっとお前のそばにいて言われたい。あはい、とりあえずバトルもね、勝利しまして、闇ジャミルがいなくなりました。大丈夫か。涙をそっと拭いてあげたい。おつらかったでしょう。VDC 以来だね、そんなに泣いてるの。もう大概泣いて、4章でも泣いてるし、5章でも泣いてるしっていうね。どうしてジャミルが偽物だって気づけなかったんだろう。ね、いや仕方ないの、それマレ様のせいだから仕方ないの。友達になりたいって、うん、そうだよね。いやそれが本心だよね、カリム君の。わかるわかるけど、いた仕方ないの今回のことに関しては。いやでもね、素晴らしいジャミルだったよね。私ももう一回見たいな、あの星瞬いてるジャミル。もう頻繁に会いたいな、あのジャミルには。そんなに落ち込まないで。そんなことない、そんなことない。ジャミルはいつでもね、カリム君と待ってるよ。カリム君のこと待ってる、ね、待ってるかな。とりあえずね、はい、従者と主従としてね、はい、スカラビアでいてほしい、ハッピースカラビアでいてほしい。確かにチャプター8のあれですね。本当に合わせる感がねえな。そういうところよ。正直者すぎる。ごめん。いやそれがねカリム君のいいところなんですよ。正直者、本当表裏がないところがカリム君のねすごくいいところですから、うん、チャームポイントだよ。そうそう、なの知ればね、やっぱクラスメートとして誇らしいですよね、カリム君。いつまでも泣いているんじゃない。うん、はい、うんうん、それこそジャミル先輩に合わせる顔がなくなると。セベちゃんもね、ジャミルバイパー君とズブズブだからさ、もうなんかすごい なんだろう、信頼感がありますよね、言い方に。ありがとな、うん、みんな。ところでありがとう、こちらこそありがとう、いろんなジャミルを見せてくれて。はい、あ、そっかそっか、やっぱり分からねえんだけど。まだね、夢から覚めた状態のばっかり直後ですからね。はい、じゃあ、もしかしてこの動画イラスト屋が来るか。あのイラスト屋、イラスト屋が来ます。なるほど、みんなも分かりやすいよね。マレウスに夢を見せられてるってことか。ちゃんとねカリム君も理解できたみたいです。あ、分かんないみたいです。分かってなかったみたいですね。なんとしてもマレウス様の魔法領域内に捕らえられた人、うん、はい、そうそうそうなんです。まずそのそれが目的なんですよね、今回のこの旅の夢の旅のね。拡大しつつ、はい、うん、マレウス様、そうそうなの、それだけは避けたいよね。マレウスはね、人間のこと大好きなのに。うん、ね、お願いします。ジャミルバイパー君の夢行こう。あーウィンク、ウィンクがかわいい、ね、カリム君。俺は何をすればいいんだ、うん、いやウィンク上手だね、やっぱりカリム君って。あ、はい、ここだ。はい、終わりました。いやもうちょっと行きたい、もうちょっとだけ。いやまだ大丈夫だよね、まだ 1,2 話ぐらいはいけるよね。いけるいける。はい、とりあえずは、こちらもう1話146話の、なんて書いてあったタイトル、私目いかれてるからわかんないよ、大きく映してもらわないと。指導アグレッシブですね。はい、指導アグレッシブを見ていこうかなと思います。俺は何をすればいいんだ、はい、そう、あ、とりあえずね、そう、ジャミルバイパー君と会ってほしいんだ。依頼内容を確認する前に、はい、安請け合いするのやめた方がいいわよ。いやでもね、いや本当に何でも助けになってあげたいっていうカリム君の優しさなんです。あ、確かに。でも今はジャミルもいないし。言われた直後はね覚えてたんだけどね。なんとかなるだろう。
適当、まあまあでもそのジャミルをね今から助けに行こうっていうことですよ、うん、ジャミル氏を覚醒させるのを手伝って、はい、そうなんです。やっぱね一番一緒にいるカリム君がジャミルにね、なんだろう、こう問いかけて、あの叫んでくれればおそらくジャミルバイパークもすぐパリーンってしてくれるから、そう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 、だからねジャミルバイパーク一体どんな夢見てるんだろう、どんな夢見てるかすごい気になる、うん、どうしようもう一回ニコニコだったら、うん、よし確かに、あーちょっと待って、いつもやっぱり主従だな、魔法でそうモーニングコールしてくれてるんだやっぱり、うわそういうタイプなんだ、うん、私もされてうん、慌ててるとえかわいい、あドリームフォームチェンジしなくてもいいんだ、じゃあちょっと残念、どっちかいや後ろ前かわいいな、この服なんで仕立てが良くて着心地がいいし、うん、あ確かにね、デザインもいや私もねそのカスルサルタナード制服すごく好き、なんでだってガチャすり抜けたかったし、かっこいいと思わないか確かにねすごい似合ってる、いや羽真ん中の羽もすごいシンメトリーで好き、カリムだったらすごくなあの鮮やかだし好き、このままでも大丈夫じゃないかしら、うん、今回はじゃあこのままって行くってこと、あれもしかしてセベちゃんの甲冑みたいな感じで、着替えた時に服が後ろ前に、うん、確かにね、じゃあやっぱりドリームフォームチェンジしてくれる、ああ嬉しい、ありがとうございます、いつか着けるかなって思っててワクワクしてまして、私カリム君のドリームフォームチェンジ、おー助かるぜ、はい、サンキュー、いやーでも後ろ前も見たいな。本部からカリムさんのダミーデータが送られてきたよ。はい、ダミーデータが。早速出力するね。はい、じゃあカリム君のカスルサルタナート制服のダミーの、あー素晴らしい。いやカリムがいっぱいで嬉しいね。あと10体ほどお願いします。オルトが作った俺の影武者。ね本当にそっくり。俺にもどっちが本物か見分けがつかないぜ。いやカリム君自体は分かっててほしい。これだったら絶対にマレウスも気づかねえな。うんそうですね、うん、大丈夫、騙せると思います、さすがスデュークスやで、なんだこれ、うん、あ、招待状ですね、招待状、はい、うん、開けちゃえ、これはカリモさん専用のもう開けちゃえ、ナレオスさんとの最終決戦場への招待状、うん、はい、そうなんです、内ポケットに入れといて、はい、ね、熱くなってきたぜ、ワクワクしてるやないかい、こんなね、天地を揺るがすもう世界で、ね、大変なことが起ころうとしているところに、素晴らしいですね。みんなチームワークが確かに俺たちの冒険はまだまだこれからだみたいなかけていく感じ。俺の腕に捕まった松先生の次回作にご期待くださいって、そういうあれですか、そうそうそうなんですよ、カリム君気をつけて、ビル様がね大変なことになってたから、うん、ちゃんとねビル様って教えてくれるの、もうあの自分の二の前に被害者を出さないようにで、優しいねビル様、うん、やっぱりビル様分かってても苦手なんだ、ジェットコースター系やっぱり苦手も、わ素敵、仲良ピッピ、あーみんなギュッてし仲良ピッピ、はい、うわー楽しみ、次ジャメ、うわーうわーすごい楽しみ、いやどんな夢になってんだろう、うわちゃんと実況できるかしら私今までもできてない気がするけれども、はい、とりあえずは、はい、ここ一区切りですね、終わりました、いやちょっとねこあジャミルも気になるんですけれども、すごいなんか区切りがいいので、とりあえずは今日ここまでにしと、や今日っていうか、まあ収録をね一回ここまでにしておいて、いや今日ここまでにしようかな、もうね夜中なんですよやばそろそろ騒音被害で私クレーム来そうですなのでとりあえず今日ここまでにしておいて、またこちらすぐに、収録もう本当気になるからさはい、こちら続きの方やろうかなと思っておりますので、お付き合いいただければ幸いです。はい、ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。うぽまつです。